Thank you.
座標から推測するに、この先の小屋がセーフハウスだ。日も落ちてきたし、とりあえず中に入ろう。そうだな、ジェバンがまだいるといいが。我は外の暗闇で選択する。空にはハリボテの星が燃える。アーテナ、止まって。アーテナ、まず銃を下ろせ。今は緊急事態だ。まず私の問いに答えろ。あなたたちは何時間もの間ずっと音信不通だった。ここまで来たのはあなただけ？フォックス小隊の他のメンバーは？ジェバンのトラップを解除したのはあなた？それと隣にいるのは誰？待ち伏せを食らった。フォックス22は全滅、21で生き残ったのは俺だけだ。そして彼女は？聞いて、アテナ、私がパンヤ、つまりあんたたちの保護対象。そういうことだ。騙されてるわね、モンド。なんだって？フォックス小隊は全員死亡。でも目標は自らここまで来た。アンダーソンやカールですら護衛できなかった目標を、あなた一人でここへ連れてこられるなんて、できすぎてると思わない？待ち伏せされたと言ったわね。つまり情報が漏れていた。なのにこんなどこの馬の骨かもわからない人間の話を信じるの？待ってくれ、アテナ、君は状況を理解できてない。現場にいたのは俺だ。何が起きたのか俺が一番把握しているつもりだ。それに彼女の特徴は事前情報と完全に一致している。何を根拠にそう思うの？この女は信用できる点よりも怪しいところの方がずっと多いでしょ。俺は、モンド、もういい。やっぱりこうなるんだ。でも、あなた何を？これ以上時間を無駄にしたくないの。証拠が欲しいなら見せてあげる。この切り傷、普通の人ならすぐ治るようなものじゃないでしょ。なぜ、なぜそんなことを。そこまでしろと言ったわけじゃ。あれ、傷が。あなた、そこまでにしときな。アテナ、彼女はもう十分誠意を見せてくれた。その傷跡は何よりの証明だ。これ以上外に立たせるのは失礼ってものだろ。ジェバン、無事だと信じていたぜ。さあ中に入れ。今回は間に合ったようね。なるほど、お前たちはロレン軍の待ち伏せを受け、そしてお前はフォックス小隊の唯一の生き残りになったと。その後ヤポネンシスからの情報を利用して敵の包囲から脱出したんだな。はい、よくやったモンド。失った仲間は多いが、少なくとも俺たちの目的は達成された。ようこそパン屋のお嬢さん、南極はいつでもあんたを迎え入れよう。パン屋って呼ばないで、私の名前はジェフティわかったわかった、ジェフティのお嬢さんな。あんたがタサの回収部隊の隊長？そうだ、俺はジェバン。モンドが世話になったな。安心してくれ、この作戦の現場指揮官は俺だ。必要な支援は何でも提供しよう。じゃあ本題に入らせてもらうよ。妹の救出に力を貸して。妹？30km 先にあるロレン軍の航空基地に妹が囚われてる。あの子を助け出すためにあんたたちの力が必要なの。そんなの聞いてなかったぞ。それは私たちだけで決めていいことではない。一度上と連絡を取らなければ。上の指示とやらを言い訳にしないで。イエスならここに残る、ノーなら去る。今すぐ返事することはできない。いくらタサでもこのままロレンの基地に突撃したら死ぬだけよ。ケンプフェ大佐と約束した。私と妹どちらも置き去りにしないと。
そうだな。あんたの気持ちは分からなくもない。だが、アテナの言うことも一理ある。正直なところ、フォックス正体の壊滅は、こちらにとっても大きな痛手となっている。妹さんのことは非常に残念だが、今の俺たちじゃどうすることもできない。そう。アテナ、私に近寄らないで。それと、まだ話し合う気があるのなら、その麻酔銃をしまって。アテナ、まだ話し合い中だ。なら率直に言うわ。我々は無意味な救出作戦を敢行するわけがなく、ここであなたを逃がすわけもない。協力できないと言うなら、強行手段を取らせてもらうわ。おい、アテナ、もっと言葉を選べ。そう言われると思った。それなら私からも伝えることがあるわ。もし妹のリゲルも私と同じようにあんたたちに必要な存在だとしたら。どういうことなんだ。説明してくれるかい、ジェフティさん。あんたたちの狙いは私の体質、完全免疫体なのは分かっている。リゲルは私と同じ体質の持ち主。今のは冗談じゃ済まされないぞ。俺たちを動かすための嘘ではないな。三女神計画についてどこまで聞かされている。それは極秘計画だ。でも全く知らないわけじゃない。違う。南極軍が私を救出する理由、それは私が三女神計画の被験体の一人だから。もしこの話が嘘だと思うのなら考えてみて。三女神計画では私を含めた3体の適合体以外、不完全な被験体はいくらでもいた。なぜ私がリゲルを特別扱いしたか、なぜあの研究所から彼女だけを連れて脱出したのか、私はケンプフェに何度も言った。リゲルも一緒じゃなければ行かないと。だがケンプフェ大佐からそのような命令は受けてない。そんなの知ったこっちゃない。でもリゲルが私と同じ完全免疫体であることはあんたにとっても重要なはずだよ。今ロレン側はまだそのことに気づいていないけど、リゲルが彼らの手に落ちた以上、それも時間の問題。事実は全部教えた。それでも嘘だと思ってくれても構わない。ただ後々の責任は全てあんたが背負うことになるよ。やれやれ、これはお嬢さんにやられたもんだ。ゼバ、よせアテナ。彼女の言う通り、たとえ100万分の1の確率だろうと、そのリスクを背負うわけにはいかない。もしあんたの妹のリゲルとやらが本当に完全免疫体だとしたら、取り返しのつかないことになりかねん。お前たちは休んでくれ。この後どうするかはこちらが考える。ジェフティ、それでいいか。私がよくてもロレンは待ってくれない。どういう意味だ。私の情報によればロレン軍は今もこの辺りに包囲網を敷いている。自分たちの身の安全のためにも早めに決断した方がいい。どこからそんな情報を。それは企業秘密ということで。そんなことよりも早く結論を出して。まだ決まらないの。結局リゲルを助けるつもりはないわけ。ここにいるメンバーだけじゃ無理だ。最低限他の隊員が合流するまで待たないと。どうして最初から連れてこなかったわけ。本来の計画ではフォックス正体を回収すれば任務完了だった。それなら見つからないようにするのが最善策だろう。人が多いと見つかる危険性が上がる。じゃあいつになったら合流できる。ロレン軍はすでに先手を打って長距離通信は妨害されている。今の最優先事項はすぐに移動することだな。近くの鉱山内に撤退用の予備のセーフハウスも確保している。あそこまで行けばなんとかなるはず。鉱山って
イカ鉱山のこと。あの一帯は盆地、撤退というよりむしろ包囲される可能性の方が高い。あそこに設置したのはそれなりの理由があるんだよ。心配は無用さ。そうであることを祈るよ。アテナ、設備の処分は任せた。ロレンの奴らに何も残すなよ。了解。モンド、来てくれ。お前が来た時の痕跡を消す必要がある。ついでに残ったトラップも回収するぞ。分かった。私も行く。いいだろ、アテナのような怖いお姉さんと二人っきりなんて嫌だよな。さあ早く行くぞ。モンド、こっち。ああ。察して話したいことがある。お前の任務はパン屋を見つけ出し安全を確保した後俺たちと合流する。そうだろ。ああ、それがフォックス状態の任務だった。そういう意味ではお前は任務を果たしたと言える。けどジェフティはまだ帰りの輸送機に乗ってない。俺の任務はまだ終わってない。それもそうだ。今彼はここにいないからお前の上官は俺だ。一つ任務を与えよう。ジェフティと関係あるのか。あの子を見ていろ。俺たちとはぐれないように輸送機に乗るまでずっとな。今までやってきたことと何が違うんだ。焦るな、説明はまだ終わってない。予備セーフハウスにたどり着いたら部下が行動から援護に回る手はずとなっている。行動？ああ、セーフハウスは鉱山の中だ。そして坑道の中には移動用のトロッコがある。俺の隊はそれを使って地下トンネルを素早く抜け合流してくるだろう。味方の火力支援で安全を確保し俺たちとパン屋を撤退地点まで運ぶ。そういうことか。撤退プランとしては完璧だ。彼女を乗せたら坑道は爆破する。その時まで一瞬たりとも目を離すなよ。爆破？俺たちでジェフティの妹を助ける計画は？彼女だけを連れて行くつもりか？そうだ。待ってくれ、さっきの話と違う。嘘はついてない。あのジョーちゃんの話が真実だとしたら妹さんをロレンの手に渡すわけにはいかない。タサ本体と合流した後俺は何人か連れてリゲルの調査に向かう。つまりそれと引き換えに。そうだ、パン屋には先に戻ってもらう。少なくともこれ以上完全免疫体がロレンの手に落ちることは許されない。確かにそうだが、もっと別の手があるはずだ。ジェフティとは長い付き合いじゃないか。彼女の性格はそこそこ分かっているつもりだ。一度決めたことは決して曲げない。誰かの言葉で意思を曲げるなんて考えづらい。それに彼女が本気で抵抗したら何人いようと無傷で抑えることはできない。輸送機に乗ってもらうまでの辛抱だ。行動が爆破されたら一人で戻るのは不可能になる。空の上に着いたら万事解決さ。俺はそれが正しいと思えない。不安があるのはわかる。だがこれは命令だ、モンド。パン屋のジョーちゃんを無事確保する。それが死んでいった仲間たちへのせめてもの手向けだ。痕跡は全て消した。その様子だとそっちも回収済み？そろそろ次の計画を教えてくれる？予備のセーフハウスは鉱山の中だ。近くの坑道に移動用のトロッコもある。タサ本体はそこを通って俺たちと合流する。合流したい妹さんの救出へ向かうつもりだ。ふん、意義はないようだな。ジェバ、こちらの処理は全て完了した。途中周辺地域に敵の侵入の形跡が見られたわ。一刻も早く脱出すべきよ。どうやらパン屋は嘘をついていないようね。了解。
すぐに離脱する。荷物をまとめてくれ。次のセーフハウスで合流するぞ。了解。モンド、ジェフティさん、敵が接近している。急いでセーフハウスに向かうぞ。行こう。